大池中池小池だよ。皆さんこんにちは、小池里奈です。今日はですね、昔からあるトレーニングツールなんですけど、実は日々進化してるということで、古風なトレーニング器具を使ってトレーニングしていきたいと思います。皆さんもぜひ一緒にやってみてください。それではスタート。まずはですね、こちらこれです。緑のブヨブヨ、これはですね、いろんな使い方ができて、多分ですけど、足をこう入れます。で、こうこれは何に効いている？二の腕？胸？引く力？多分あれですよね、胸を張って早く引いてゆっくり戻す、こう多分戻す時になんかテンションを感じながらみたいな感じだと思いますかな。で、多分あんまりこう脇こういう風に開かないように、ごめんなさい、今すごい持論で喋ってるんですけど、多分こう脇を閉じてやると、そうですね、なんかピンポイントで来るんじゃないかと思いました。と、あとね、これはびっくりしたびっくりした自分で言ったのに。これは、多分腹筋の補助、腹筋の補助というか、こう私うまくできないんですけど、こうやって起き上がるのにもいいと思います。なんか私ピラティスをちょっとやってるんですけど、ピラティスってあるんですよ、床からこう息をね吸ってちょっと上げて吐きながらこうブワーってスンっていうやつがあって、なんかそれの補助に良さそうだと思いました。ピラティスも実際なんかこういう機械を使ってるので、なんかそんな感じのこの上げて息を吐きながら、こうなんていうんですかね、肋骨を開かないように上がるのがコツだと思います。あと多分椅子に座って、ここに椅子はないので見えない椅子になりますけど、椅子に座ってあれこうじゃないな、こっちか、これもいいんじゃないでしょうか。あ、待って、これ腕以前に口椅子も辛かった。そんな感じで、これはいろいろ使えるのではないかと。多分これもいいんじゃないかな。どうですか、筋肉マスターの方々。こう多分大丈夫だよね。まあ、いかにでもなるようなアイテムでございます。これが一つと、はい、これピンクのやつ、これはなんか似た感じなんですけど、もうちょっと違うやつで、多分ですけど手に入れて、こういうのとかですかね。違う、後ろ向いちゃうけど、こういう感じ。あとなんだろう、持つところがあるから、こういう風に鍛えてもいいし、背中でブン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 って言ってもいいですよね。で、あと斜めに持ってビョン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 みたいな、ビョン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 って感じで、これも。でもなんか今はあれですよね、多分ゴム、普通の何の変哲もないゴムバンドかもあるけど、これはなんかもうちょっと握る場所があったりとか、そう抜けにくくなったり、そういう感じのアイテムでございます。で、最後にね、あと一つあって、それがこれなんですよ。これは腹式呼吸エクサロングピロピロってやつで、これをね、口にくわえて上を向いて、こうすっごい長いから、それで腹式呼吸を鍛えるってやつで、1日10回を目安にやるんですって。で、白い部分を口に加えます。で、斜め45度上を見ます。で、軽く片手で台紙を押さえながら、レベル1から3までを各5回を行ってください。10秒かけてマックスまでゆっくり伸ばします。3秒かけてゆっくり戻していきます。10秒かけてマックス、3秒で戻す。やってみますね。どのぐらいいくのかな、ちょっと離れといた方がいいかな。なんかこんぐらいあれば十分かな。ちょっとやってみますね。加える、45度、台紙を持つ、ゴー。え、嘘、
んですけど、あの本当に肺活力と腹式呼吸の鍛えるやつなのですごい硬いらしくて、本当にうんともすんとも言わない。それともこの商品が硬すぎるのか、でももう本当に私もう動く気配すらないですもん。本当になんかもう私が爆発しそうになる。なんかここに息を吹き込もうとすると耳とかも目とか全部吹っ飛んできそうな感じになるぐらい、ちょっとこんなできないと思わなかった、びっくり。まあ、そんな感じで最新のエクササイズグッズでした。皆さんいかがでしたか？なんかちょっといろいろと面白いものがたくさんあったので、皆さんぜひ興味があったらやってみてください。ではこの動画がいいなと思ったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。以上、小池里奈でした。バイバーイ。